段は最後になりました。5番茶道銀でございます。今回の茶道は裏千家でございます。解説は詩吟講座の柿谷貞子さんです。よろしくお願いいたします。茶道は抹茶を飲み楽しむことに様々な文化が加わって発展してきました。千の利休以来日本文化の代表的な総合芸術として親しまれ世界に誇る日本古来の伝統です。お茶を詩吟に合わせて行います。詩を吟じる人とお茶を立てる人、それをいただく人との一体感が大きな見どころです。茶道銀は詩吟を禁じている間にお点前をするという詩吟と茶道のコラボレーションです。どうぞこのひとときをお楽しみください。Oh,
Ooh.
Dumnezeu
しように人気の絶えし真夜中に日の浜の家の真夜中。